アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ニューガンダムがね、ニューガンダムが、もう来てるんですわ。実は。ちょっとね、ニューガンダム来ていることに関して、ちょっと目を伏せていたんですが、やっぱね、アムロ風をやらせてもろてますんで、これは何としても当てなきゃいけないっていうか、アムロ風やらせてもろてますんで、必須というかね、やっぱりこれは当てて、あれよ、ごみ回収車行きましたんで、ちょっとマジね、ゴミ回収車の音でちょっと家特定すんのとか、マジやめてな、ほんと。マジ家特定とかしたらマジフィンファンネルだから。はい。ですね、ニューガンダムをね、使わないと、あのね、セリフ、あれを言いたい。行け、フィンファンネル。これやっとこれ、今まではね、ごまかしミサイル、ジムのミサイルとか撃つときにフィンファンネルっていう風にごまかしでね、多分バレてはないと思うけど、それをフィンファンネルだと偽っていた件に関しては一回謝罪動画出そうかなとは思っていますが、今回もうニューガンダム出たということで、いやもうニューガンダム使ってね、フィンファンネル、実際使いますんでね、もうその件に関しては、何もなかったと、そういうことでよろしくお願いします。当たるかな?マジ当たったらね、ほんと、フルチケ改造してね、ほんと、武器も全部、デバイスとかもマジ全部ぶち込むんで、レベル90、改造、ユニット改造レベル90までやるんで、逆にもし当たらなかった場合はもうほんと、連邦のアカウントマジケ、もう連邦 やらん、もう当たんなかったらマジ連邦やんねえから、もう二度と当たらなかった場合は、もうジオン、もう今後一切連邦軍で動画を上げることはありません。はい。もうずっとジオン行くから。悲しいけど。僕は男なんだな。行きましょう!頼むよ!ガーフこれ当てて!もうマジで!これ、25枚あるんで、2回10連引けます。はい!ギンズでもいいよね、正直別にいいよね。フィンファンネルある、フィンファンネルあるよね。ちょっと待って、ちなみにギンズってさ、とりあえずギンズ手に入れました。よし、金字はこれ何が、あ、なんかこのシールドミサイルあたりがここら辺がなんか多いね。あ、なんかもう、あ、そうだな、多分シールドランチャーみたいなのがあるのか。あ、これだな、シールドビームキャノンってのがあるかないかって話ですね。まあしかしながら、僕はね、フィンファンネルしか使いませんので、はい、全然銀図でも OK です。でもね、まだ15枚もあるんで、あと10連だけ引こうと思います。頼む、銀図くれ。
アムロやらしてもろてんねん、こっちは。もうずっとやっとんねん、アムロ。頼むよ。うわ、感じろ。俺はニュータイプだ。言える、言えるはずだ。ニュータイプ、ガンダムの、ガンダムの頃を。あい、ちょっとだけ待ってください。ゲラックスガシャコンチケットかき集めてくるわ。ちょっと死ね。なかった。交換所とかであるかなって思ったけど、なかったわ。まあまあ、とりあえずね、銀図のニューガンダムが2枚手に入りましたので、この2枚をフルチケ改造して、今後使用していこうと思います。では、来週のアムロ風ガンダムオンラインを見てくれよな。いけフィンファンネル。あんま似てねえんだよな、このいけフィンファンネルっての。しっくりこねえわ。汚い手しか使えない。お前はもうパワー負けしている。これが一番しっくりくる。